いたね、Facebook も大丈夫。Facebook も始まりました。あ、じゃあ、YouTube 始めて。はい、YouTube 始めます。始めたら、カメラでやりましょうかね。いいですか？はい、配信しました。大丈夫ね。はい、じゃあ行きます。5秒前、4、はい、スーパーアウト。3、2、1、はい、ドン。こんにちは。9月20日ですね。はい。イレギュラーに金曜日の AW ニュースウィークリー深川ですと名前スーパーに載ってますですね。はい、はい、じゃあスーパーアウトして2回目に行って、はい、今日のゲストは、まず井上先生です。はい、はい、駒澤大学の井上です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてなんと前回スカイプ中継に出てくれた望月さんが生出場。望月さん、生出演。望月さんです。はい、どうも、経済学101所属翻訳者の望月です。でなんと焦っていて私はマイクをつけるのを忘れていました。はい、で今日は、全部、寸評とか注目とか全部ぶっ飛ばして、MMT だけをやるすごい日になっております。今日はお二人さんよろしくお願いします。で2部構成で1部は、望月さんと井上さんがお話しして、なんと30分間を置いて、はい、2部では5時からでしたっけ。5時からですね。そうですね、はい、5時からですね。専修大学でしたっけ。はい、専修大学の野口先生もいらっしゃって、はい、4人でトークするという。そうですね、とんでもない。あ、ちなみにもうすでにニコ生にモッチーと来てます、ね、モッチーさんの応援コメントがスター大人気ですねということ で、 でどうなのか分かりませんが、はい、いろいろやっていきましょう。はい、じゃあまずはオープニング VTR でいいですかね。はい、じゃあオープニング VTR です。VTR があるの？ある、間に合ったの。すげえ間に合った。いつもどおりでしょ。これどうなの？戻ってくるだけですか？ニュースなしで。ニュースなし。はい、戻ってきて、はい、戻って、はい、はい、それではもう早速いきましょう。じゃ注目のタイトルいこうかな。注目タイトルいってください、どうぞ。はい、まあ見せてますね、彼がね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、違うね。はい、それバー出しちゃって。はい、今日は、MM 論争パート3、金融政策に効果はあるのか。はい、これですよね。そうです。はい、じゃあ、はい、はい、こちら戻って、じゃあ井上先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、金融政策に効果があるのかっていうですね、タイトルなんですが、まあそれは、まあ、一つの、論点であってですね、うん、まあちょっといろんな論点ですね。まあ、この前MMT 論争パート2ということでですね、スカイプ中継つないでですね、望月さんといろいろ議論したんですけども、すごかったよね。はい、だから俺今でも印象的なのは、望月さんかわいいじゃんって書いてあったからもう大人気ですから、はい、なんですけども、まあ、前回議論できなかった、まあ、いろいろ取りこぼした内容で、はい、まあ、特にですね、はい、その MMT を勉強すればそんな誤解するわけないじゃんみたいなそういうのをですね、持って望月さん、モッチーさんがですね、正していくというですね、まあ、手でやっていきたいというふうに思っています。はいはい、で、MMT に関してはですね、こちらの本が、これ、お願いしましょうか。はい。はいはい、ちょっと、じゃあ、この。ランダル・レイ先生のですね、うん、現代貨幣理論入門。現代の方には入門ってついてなかったですよね。そう、あ、いや、プライマーって書いてあるんで。あ、そうですか。あ、じゃあ、一番元々、はい、はい、うん、はい、あ、ついてますね、確かに。うん、まあ、こういう本がですね、9月の1日ぐらいですかね、1日2日あたりに、まあ、翻訳が出たんでですね、まあ、かなり皆さんももう学びやすくなってるということですね。あとこの前来日されていたケルトン先生をめぐってのちょっと政治的な悶着とかあったりするんですが、そこはちょっとやめておきましょうね。変に口出すとなんかやばそうなんでですね。はい、はい、それでですね、はい、まあ一つ一つですね、特に望月さんが
考えてくださったですね、テーマに沿ってやっていきたいということでですね、はい、まあ、ちょっとじゃあパワーポイントの方を、はい、出していただければと思います。はい、ではお願いします。まあ、MMT によって防がれるさまざまな誤謬っていうことで、まあ、そのうちの一つとして金融政策部口論喋っていこうかなと思うんですけど、次のスライドでいいですか。まあ、ここに 1,2,3,4,5 個、ね、書いてあるんですけれども、まあ、一つ一つ喋っていこうかな。この×がついてるっていうのはそれちゃいますよってことですよね。そういうことですね。はい、うん、はい、じゃあ、はい、次行っていただいて、そうですね、まあ、そうですね、この1個目になるんですけど、まあ、財政赤字は維持不可能であり財政黒字を目指すべきというのがよくある見解かなというふうには思うんですけれども、むしろ逆ですよと、はいはいね、財政黒字が起きてるっていうことは民間の赤字が起きてるっていうことじゃないですかっていうのが、これ以前話したストックフローコンシステントモデルですね、はい、うん、ここから出てくる話であって、はい、っていうことで、その財政民間の黒字じゃどうやって起きてるかというと、まあ、要するにバブルですよね、はい、まあ、ブームで、はい、信用ブームで起きてきて借り入れがどんどん増えていく、そういう中で起きているのが民間赤字であって財政黒字じゃないですかと。これ前回お話しした、うん、アメリカだと、うん、まあ、クリントン時代でしたっけ、はい、そうです、の時に、うん、まあ、財政黒字が増えてますと、うんうんうん、言った時に、え、それいいことじゃないっていうふうに割と主流派の経済学者は言ってしまったっていうあれですよね、うん、そうですね。なんですけども、それは裏を返すと、その民間部門での財政赤字が膨らんでいると、うん、でそれは結局金融の不安定性が拡大していることに他ならないと、うんうん、いうことですよね。そうですね、うん、で、まあ、財政赤字であればバブルが起きてないというわけではないんですけれども、はい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 、そういうわけではないんですが、まあ、バブルが起きてない経済だとしたら、その時は財政赤字でしょう、うん、経済はと、うん、そういう話というところで、もう一般に信じられていることがまた逆だという、そこはね、大事、結構大事なポイントというか、まあ、逆にそのバブルの危険性というものを、うん、まあ、MMT は、うん、そういう指摘することもできるような、そういう理論であるということですね。そうですね、 MMT はもともと財政赤字が大丈夫っていう考え方ではなくて、財政黒字は危険だという形で勃興してきた、まあ、学派っていうことになってくるんで、まあ、そこが結構逆転されてアメリカでも日本でも捉えられてるかなというふうに思うんです。でも逆にあれですよね、バブル崩壊してなんかその経済が停滞して、うん、反緊縮的な政策が必要ってなった時の方が、うん、まあ、皮肉なことですけども、うん、MMT が注目されちゃってるっていうことですね。もう全てが終わってしまった後にっていう、うん、そうですね、うん、まあこれは多分よろしいかと思います、うん、はい、はい、では次に、じゃあ次ですね、まあ、量的緩和によって経済を刺激できると、まあ、信じていらっしゃる方がだいぶ多いようなのですけれども、まあ、全く全然違うぞと、で、まあ、ここにも書いてるんですけれども、まあ、ゼロ金利政策で国債と準備預金というのはもう全く同じ価格で交換できるもので、まあ、結局国債の、まあ、金利がゼロっていうのは、うん、それ、まあ、あの準備預金って要するにお金ですけど、うんうん、それなんかお金と同じじゃないのっていう、でどっちも政府 の、 まあ、統合政府って言って、うん、まあ、その中央銀行か政府かっていうのをもう全部一緒くたに考えちゃえば、うん、まあ、統合政府の債務ですと、うん、じゃあ全く同じじゃないですか、金利もつかないしということで全く一緒だということで、これを入れ替えたことによって銀行の行動が変わるはずがないじゃないかっていう、まあ、まあ、言い方するとポートフォリオリバランスは全く起こらんといううん、ことになりますね。これはあれですよね、これも別に MMT を実は持ち出すまでもなく、うん、まあ、そういう指摘をしている人はいたし、うんうん、まあ、よく MMT は当たり前の事実を指摘しているだけだっていうふうに言われることもあるんですけども、うんうん、まあ、これなんかまさにそうですよね。そうですよね、うんうん、そうだからこれこう逆に刺激できると言ってる人が結構たくさんいたというのが信じがたいというかですねただですね、ただですね、まあちょっとですね、まず返していきますと、うん、まあ単純なですね、量的緩和っていうのは、うん、まあ、要するにただ漠然とですね、預金準備を増やしてもそれはただ交換してるだけですと、うんうん、で、まあ、そうではなく、うん、既
体に働きかけると効くんじゃないかみたいな話があるわけですよね。でこの辺の議論も結構錯綜しているんですけども、うんうんうん、あの量的緩和そのものが、うん、あの期待に働きかかったのかどうかっていうのもちょっと不確かではあるっていうのは、うん、あのまあアベノミクス3本の矢があって、まあ、第一の矢が、まあ、この量的緩和を含む、まあ、金融緩和政策ですと、うん、で第二の矢が財政政策、第三の矢が、うん、まあ、成長戦略ですっていうことでですね、うんうんうん、まあ、第三はあまり意味ないと思うんですがまあ第一第二っていうのをひっくるめてアベノミクスって呼んだ時に、うんうん、まあ、そのアベノミクスですドーンって出して、うん、で安倍さんがなんかあの自信満々に、うん、そのまあ、日本はデフレから脱却できるみたいなことを言って、うん、それでなんか人々の、まあ、心理にある意味いい効果をもたらしたんじゃないかって考えられていると思うんですよ、うん、まあ、考える人はいる、うん、で僕もそうなんかある程度そう思っている、うん、でしかもその円安に触れたじゃないですか、うんうんうん、あのでまさにその為替っていうのは期待で動く部分っていうのは大きいわけですけども、うんうんうん、だから全然そのマネーストックが大して増えてないにもかかわらず、うん、なんか円安に触れてしまったっていうのは、うん、なんか理屈に合わないようなんですが、まあ、ちょっと言葉悪いんですけど、まあ、偽薬偽の薬でもあのなんだっけプラシーボ効果、うん、じゃないけども、プラセボですね、プラセボ、はい、プラプラ、まあ、どっちも言われてますけどあの効果みたいな感じで効いてしまうんじゃないかという可能性はあって、うん、まあ、ここですよね、すいませんちょっと長くなって申し訳ないんですが、うんうん、なんか実際に円安に触れたことと、うん、その安倍政権下でインフレ率が上昇したことについてはどう解釈をすればいいかということですね。そうですね、まあ、このについてもいろいろ書いたことがあるんですけれども、まあ、まず以前話したように金利が上がる下がるっていうことが総需給に与える影響って結構不確かなんですけど、まあ、それはもう一旦置いておきましょう、まあ、そこは置いておきましょう、ある、はい、ある金利一定期間の一期間の金利において利上げが消費税を冷めさせて利下げが消費税を増やすと仮定した場合であっても、まあフォワードガイダンスはゼロ金利までしか約束できないわけですよ、マイナスにはできないですからね。だから例えばその黒田日銀が出てきて、まあ、将来的にゼロ金利ということが信じられたとしてもそこまでなんですよね、下げれる金利が、でそれ以上の追加効果は期待できないと。でまあもしその効果があったとして、それによるあの円安効果というか、まあ総需要拡張で、うん、の物価上昇円安っていう、まあそういう流れでしょうけど、それはまああるでしょうけど、それ以上はちょっともうダメだったと。まあ実際その後どんどんベースマネー増やしても、どんどんインフレになったかと、どんどん円安が進んだかというと全然そういうことはなかったっていうのが実際のところかなという。あ、じゃあごめんなさい、その安倍政権 の間の当初は、うんうん、まあ一応期待働ける効果はあった、あったのではないか、まあ、あったと考えることもできるっていうところですかね、まあ、私も実は言うと、その人々の心理に働きかけるのは結構不確かな効果なんで、まあ、私はやらないよりやった方がいいと思ってるんですが、確実な効果を及ぼすのは、まあ、私は現生だと思ってるんで、お金をまあ実際ヘリマネ方式で皆さんに配りましょうってずっと主張してるんですが、まあ、それに対して、まあ、その MMT の人たちは、まあ、やっぱ雇用が大事なんで、うん、まあ、JGP のような、うん、まあ、あのジョブギャランティープログラムですよね、うんうん、その雇用をまあ保障して失業者を、まあ、あの皆さん雇う、政府が雇うと、うんうん、最後の雇い手となって雇うようなまあ政策が必要ですというところで、まあ、ちょっとここは意見が分かれるんですが、あの、まあ、大体いいでしょうということですね、まあ、期待に働く効果は全然ないわけじゃないんですね。まあ、ただ、まあ、安倍政権の場合は財政も出すと思われていたので当初は、だから財政の期待が効いたのか、うん、金利政策の期待が効いたのかって正直ちょっとよくわからない、まあ、そこは確かにわかんないんですよ ね、っていうところ でむしろその金融政策は、まあ、打ち止めになって、で半金縮は全然しない、むしろ増税するっていう形になって、結局そのいわゆるブレイクイーブンインフレ率っていうのが全然上がらないままで来てしまっているっていうのは現状かなって思うので、いやむしろ財政政策の方が期待に働きかかって、でも、まあ、あの安倍政権しばらくしてから緊縮方向に行っちゃったから、まあ、期待もそこでしぼんでしまった。そう、
ていうところもあるかなと、あとはまあ単純にまあ国際経済が小康状態を保っているので、まあそのデッドキャットバウンスっていう言いたいのがまあちょっとは回復していくんですよ、不況の中でもっていうところもありますし、あとはあの物価水準、まあそうですね、あの輸出が増えたっていうのは当然円安の効果はあるんだけども、まあ世界的に景気が良かったっていうのは当然あるんですよね、実は、まあそれはおっしゃる通りだと思いますね。はいはい、あ、MMT の本が黄金色に光ってるって、これ、はい、ここに置いてる、あれですよね、なんかむしろ金本位制なんじゃないかみたいな色ですよね。そうなんかいろいろね来てますよ本当に、なんかさっきのほらインフレターゲットじゃなくて、はい、単発的な金融緩和に終わったから良くない的なの書き込み来てますね、インターゲ、あー、いや、まあ、一応インターゲも 2% って目標を掲げてはいるんですけどね、うんうん、この人そう思ってるってことですよ ね、あの、まあ、最近においてその日銀の買い入れペースが年間80兆から、まあ、30兆近くまで落ちちゃったっていう、うん、まあ、そういう話はあるんですけども、ちょっと単発的になってるのはちょっとどうなのかな、よくわかんないなって感じですけどね、まあ、ベースマネー量とか何の関係もないですけどね、はいはいはい、じゃあそんなとこで先行きましょうか、じゃあ先行きましょうか、はい、で、まあこの次になるんですけれども、まあ、こういうややこしい話がどんどん始まっていってしまうんですけれども、まあ、中央銀行が実際に、まあ、何やってるかっていうところがそもそもずれてしまってるところがちょっと多いかなというところで、で、はいはい、でそれが分からないとなんで量的緩和効かないかってことがもう分からんという話になってくるんです。で、まあちょっと難しいことがいろいろ書いてあるんですけれども、一個一個、一個一個言ってみますか、はい、で、まあ、中央銀行が決定するのはベースマネーの量ではなく価格というふうに書いてあるんですけれども、で、まあこれが要するにどういうことかっていうと、まあ、ベースマネーはその銀行の間の決済で必要とされる、だから僕らはベースマネーを借りてるわけじゃないんですよね、中央銀行、銀行からまた貸しされてるわけじゃなくて、のベースマネーっていうのは、うん、まあ、あの銀行間でのお金の貸し借りの時に、うん、まあ、問題となるようなマネーということで、うん、そこにコールレートと書いてあるのは、うん、まあ、そのインターバンク市場、つまり銀行間でのお金の貸し借りの、うん、あの際のレートってことですよね、うんうんうん、で、まあ、あのオーバーナイトものっていう、うん、あの1泊2日で借りる時のその借り調達コストっていうのがコールレートってことになりますよね、うんうん、で、まあ、それを決定しているっていう、うん、でこれもですね、まあ、MMT を、うん、まあ、実は持ってくるまでもなくあのそうなってるんですよね、うんうん、で昔あのアメリカでもマネタリーターゲッティングとかやってた時は、そのお金の増える量の、まあ、そういうの貨幣成長率っていうんですけども、そのお金の増える量をどうするかっていうところを政策目標に置いていたのが、もうあの軒並みその各国 の、 その中央銀行っていうのはこのコールレート、まあ、銀行間の貸し借りの際の、まあ、金利ですよね、っていうのを目標にしているっていうことで、うん、まあ、これは別に主流派も認めざるを得ないっていうか認めてるってことですよね。まあ、そうですね、はい、まあ、特に実務に近いあのエコノミストとかは、うん、それこそ中央銀行のセントラルバンカーとかはどうしてもこれを認めざるを得ないっていう、そうですね、はい、っていうこれはまあ OK でしょうと、はい、うん、で次が、そうで、まあ、でその次なんですけれども、そうですね、ここはちょっと難しいんですけど、どうやってじゃあ金利を誘導してるのかっていう話になってくるわけですよね。ものすごく大雑把に言ってしまうと、あの国債を、はい、あの代わりの商品、まあ、代替商品として売ってあげる。だから国債を、うん、2% の国債をどんどん売り出してたら、銀行は 2% 以下で他の銀行に貸したりしないですよね。それは国債買うじゃないですか。だから、うん、で逆に、まあ、あの金利を下げたければ、その中央銀行はその代わりとなる商品である国債をどんどん買い占めてしまって、はいはいはい、そしたらもう低い金利でも銀行同士で、うん、まあ、ベースマネーを貸し借りするしかなくなるじゃんっていう、うん、まあ要するに民間銀行は国債を買うか、うん、まあ、他の銀行にお金貸すかっていう二択があった時に、うん、まあ、そこで裁定が働くんで、うん、ここのまあ、価格、つまりその金利は一緒になるでしょうってことですよね、うん、そうですね、それも大丈夫だと思います、うん、最低取引のね、はい、単純シンプルな話になるかなというふうに思います、はいはい、でまあその次に
3かな2これ1やんで、デルセス、あの2のあれもう2に行っちゃいます、あれ今ごめんなさい、今2の話しちゃったな。あ、そうですか。そうなんですよ、2の話しちゃったんで。というかそもそもそのすみません、ちょっと前のページ見せていただいて、まずちょっとアコモデーションって何だったのかっていうのが、うん、まあもう皆さん前に説明したかな、まあ、忘れちゃってるかなって思うんですけど、うん、アコモデーションって何なんですかね。そうですね、まあ結局あのベースマネーは銀行間決済で必要になるんですけど、まず銀行間決済はいつ起こるねんというところで、はい、それはもっと遡れば銀行の顧客ですよね、はい、非金融主体、普通の会社や普通の個人、これが、まあ、支払いをする何かしら、でそういう時に、まあ、銀行預金が例えばその三菱銀行からりそな銀行に払うと、はい、なったら、そしたらその代わりに三菱とりそなが取引しなきゃいけないと、はい、まずその 下の取引がまずあるわけですよね、はい、そこからその銀行同士の取引がまずあるとっていう、あ、まあ企業間の取引をするのに、うん、その企業が企業 A は、うん、リソナですと、うん、企業 B はみずほですって言ったら、うん、この企業間の取引をするのにみずほとそのリソナも取引しないといけない、うん、そうですね、はい、うん、そのね、その銀行が代行決済するというのが結局その銀行業の本質になってくるので、でそうなると、後になってベースマネーが必要になるわけですよ。そのマネーサプライの量、ベースマネーからマネーサプライができるわけじゃなくて、マネーサプライが動いてそれに応じてベースマネーが必要になってくる、まあ、ここですよね、うん、あの主流派の経済学にはどう書いてあるかっていうと、うん、なんかベースマネーっていうその元になるなんかお金があって、銀行にしか関連しない元になるお金があって、でそれを元に何倍かのマネーサプライが生じる、うん、つまり我々が利用できるようなあの世の中に出回ってるお金になるっていうような、なんかあのまあこうパンをこう膨らまして大きくなるみたいなイメージでですね語られているんですが、ベースマネーがまずあってマネーサプライがその何倍か膨らんで出てくるっていう、そういう話は嘘ですと。まあそうですね、そういうことですね、全くその通りで、これも、はい、もう単に事実を言っているだけなんですが、うんうん、これは教科書に書いてあることとかなり違うんで、うん、あのもうそろそろ教科書を書き直した方がいいかなと思ってますね、うんうん、あのある程度その現実そのままを書くと分かりにくいんで、うんうん、あの抽象化して論じることっていうのは必要だと思うんですが、うんうん、それにしても現実に合わなすぎて、うん、でそれがいろんな誤解をまき散らしているってなると、うん、私もまあこういう説明使っちゃったりするんですよね、うんうん、ただまあ授業なんかで、まあ、教科書にはこう書いてあるけど、まあ、実際ちょっと違いますみたいなことを付け加えたりしてるんですよねで、まあそうではなくて、うん、まあ、あのちょっと付け加えて言うと、うん、そのまあ、なんか実需に合わせてお金が必要となって、うん、まあ、信用創造されて、うん、マネーサプライが決定されて、うん、でそれに合わせて、うん、まあ、ベースマネーが、うん、あのまあ法定準備率を満たすように決定される、うん、ということですね。だからね、まあ、っていうか取引需要に応じて供給されるっていう感じですかね。まあ、法定準備率は、まあ、ない国もあるんで、あれだからない国があるってことを知らない人が結構いるかな。うん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 、でない国になると、例えば教科書的な信用上数のモデル、法定準備率からマネーサプライが決まってっていうことを知ってる人が、その法定準備率がない国があるって知ると、もう知的に破綻してしまって、もう意味がわからなくなってしまう。まあ、そういう意味でも私はかなり誤解をしていましたね。あの法定準備率がバインドしてるかどうか、うんうん、じゃあちょうどそれにちょうどいいだけのお金を蓄えてるか、それを超えてしまうか、つまり今みたいに超過準備が生じてるかっていうところを、うんうん、まあ結構重要な問題として論じていたんですが、うんうん、あんまり法定準備率は重要じゃないかもしれない。そうそう、あのね、井上さん、はい、あのね、はい、難しい、視聴者がね、グラフや図で示してくれないと何のことか分かりませんだからなるべくあの優しく優しく、そうですよね。グラフや図って何なんだろうな、どうやって早く書いたらいいのかちょっとよくわからないです、ね。まあ、すいません、視聴者の皆さん、あの後ではちょっとグラフとかも図とかも出てくるんですけど、うん、ちょっとここはグラフとか図とか用意してなかったですね。うん、
あのまあここで申し上げたいのは、何しろそのマネーサプライとベースマネーの決定のその因果関係が逆ですよっていう、うん、逆ですっていうところをまず押さえていただいて、うん、それでそのまあだからアコモデーションは法定準備率どうっていうよりも、そのある一定の金利になるように、うん、まあ、その中央銀行がまあベースマネーを調整してるってことですね、うん、そうですね、民間の決済需要が生まれればそれに応じて自動的にベースマネーを追加して、それが落ち着けばもうやめると、まあかん、一番よくあるのはやっぱ月締め決済するじゃないですか、はいはいはい、だから月にが終わりになればなるほどどんどんその銀行間の決済も増えて必要なベースマネーは増えるわけですよ。だからその時は中央銀行はまあ政策金利を指標として増やしてあげる。で、まあ、月締め終われば、まあ、決済はどんどん減るわけじゃないですか。必要なベースマネーが減る。で、みんな銀行はというと、まあ、ベースマネーが余るんで、みんなに貸し出そうとしちゃう。そこを、それだと金利が下がりすぎて、目標を外れてしまうので、中央銀行がベースマネーを回収するっていう。まあ、そういうね、全然、もう、教科書に載ってるのと全く、全然違う取引が起きてて、そう。なんかね、白川雅昭先生という方と、はい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 、岩田紀行先生という方がいう、うん、全く違うことを言ってる、うん、お二方がいるんですけれども、その二人が口を揃えて言ってたのが、中央銀行に入ると自分と勉強したことと全然違う取引が行われていて、その一から勉強しなくちゃいけなくなったって、うん、この二人全然立場の違う二人が全く同じことを言ってるっていう、結構面白いなって僕は眺めて思ってましたけどね。まあ、そういう意味で言うと、このアコモデーションが実は実際かなりやられているっていうことを、まあ、これもその主流派の経済学者が見逃していることで、まあ、その中央銀行の実務に関わっている人はみんな知ってるけども、うん、まあ、経済学者があんまり知らないことであると、うんうん、ただ、まあ、これはもうこれも事実だと思うんで、これも主流派が、まあ、それはその勉強したら認めざるを得ないことだと思うんですが、まあ、これを認めたところでまだその中央銀行による金融政策が効果がないとはまだ言えないんですね。まだここまではいい、ここまでは大丈夫、はいはい、でじゃあ次行きましょう。すみません、まあ、2の話はもうしちゃったんで、まあ、3の話に行っちゃうんですけども、はい、あ、じゃあ3に行きますか。そうですね、はい、うん、まあ、先ほどはその国債を代わりにでして、で、まあ、それをまあちらつかせてですね、はい、あのね、それ以下の、ね、金利の貸し借りが起きないようにするっていうのが本質ですよって話をしたんですけれども、まあ、最近は準備預金自体に利子をつけるという手法が開発されて、不利ってやつですね。そうですね、まあ、そこに、4行目ぐらいに書いてありますけども、うん、そう、はい、であれですよね、まあ、基本プラスの不利だったんですけども、うん、最近はマイナスの不利っていうことで、うんうん、まあ、民間銀行が中央銀行に持つ当座預金に、うん、まあ、お金をまあ預けてるんですけども、うん、それが準備預金であって、うん、でそこに利子つけますよっていうのは最近始めたんですが、うん、あのさらにあのそこのマイナスの利子をつけますよってことも始めて、うんうん、それがいわゆるマイナス金利っていうことなんですよね、うんうんうん、すいません、知ってる人には当たり前の話なんですが、で、まあ、とりあえず今ここで言ってるのはプラスの不利の方ですよね。そうですね、で準備預金に不利が、つくということと、うん、その利子のつく有利子のですね短期国債を持ってるっていうのは同じことですと。そうですね、もうほんまに全く同じこと、ね、それ以下の金利でも貸し出さないし、ね、まあ、下げられたらその下げられた分だけ低い金利でも貸し出すしっていうことになって、まあ、ものすごく厳密にはちょっと違うんですけど、まあ、やろうとしてるコンセプトは近い、最低取引を使ってコントロールするっていうところは結局近いコンセプトがあるかなっていう。これは銀行にとっては、うん、まあ、どっちにしろ同じだけの利子収入が、うん、まあ、大雑把に言えば得られるってことですよね、うん、別に国債持っててもいいし、うん、で前は預金準備って金利つかなかったからただのお金だったのが、うん、まあ、利子がつくようになったら、うん、別に国債持ってるのと別に何の変わりもありませんと、うんうんうん、まあ、これも単なる事実ですね、うん、はい、これもいいでしょう、はい、そして最後に、まあ、量的緩和の経済的帰結というところに行くわけなんですけれども、まあ、その、ね、2行目が全てなんですけれども、あ、次のすみません、スライド、はいはい、まあ、これです、これです、はい、ね、はい、まあ、この、これがでも全てなんですけれども、2行目がで結局そのゼロ金利に誘導するような、金融政策っていうのは、はい、まあ、国債金利をゼロにするっていうことなんで、うん、まあ、
要するにその国債は常に同じ額面の元本の現金と常に交換可能だし、利子収入も発生しないし、そういう、商品になる。いつ売っても現金に変えれるし、そのっていう、でそれで別に失うものも何もないとか、でそういうものになっているのだから、まあ、現金とほぼ一緒なんですよね。うん、そしたらその準備預金と全く同じものを準備預金に変えたって銀行が行動を変える理由が一つもないじゃないですかと。ただあれですよね、ちょっとそこにも書いてある話なんですが、うん、中央銀行が、うん、その ETF とかですね、うん、そのなんかまあ株みたいなもんですよね、うん、民間の資産を買った場合は違う、うんうんうん、そうですね、もうなんか財政投融資みたいな話になってしまって、そうなると、はい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 、ね、なんていうのか、短期金利をコントロールするっていうのじゃなくて、その安全資産の量が、銀行が持ってる安全資産の量が変わってしまうので、はいはいはい、それこそのいわゆるポートフォリオリバランスみたいなことが、まあ、起きうることにはなるんですけれども、それは、まあ、量的緩和じゃないよなっていう、うんうん、量じゃなくて質が変わってるから、うんうん、どっちかというと、まあ、質的緩和とか信用緩和とかいろいろ言われ方はしますけど、まあ、僕は、うん、まあ、これを指してあまりヘリコプターマネーっていうことはないんですけども、まあ、これは一種のヘリマネですよね。でね、まあ、よく言われることありますね。でこれは日本銀行もやっていたと、うん、でこれによる効果もあった、うん、どうなんでしょう、まあ、ビビたるもの、まあ、例えばですね、これ安倍政権批判する人は、うん、安倍政権下で株価が上がったと、うん、でもこれはその日銀がその ETF とか買ってくからだろうっていうふうに批判する人はいますよね、うんうん、そうですね、うん、それですごく支出が刺激されたかというと、ちょっとそれも微妙なところっていう。支出？それで株式の利回りが下がるじゃないですか。つまり株価が上がるってことは、払えばいい利回りがどんどん下がるってことなんで。っていうことは、その本当はそれで、なんていうか期待する効果は、それでまあ、なんか安い利回りでどんどん株出して、資金調達できるじゃんって企業を思って、で、どんどん支出を増やすっていうのが本来期待されてた効果のはず。単純にその株価が上がる下がるじゃなくて。だけど、まあそれが実際どれぐらい起きたかっていうと、どうだかなというのが今の日本経済の、つまり株価の上昇までは成功したけど、うん、その先の効果があったのかと、うん、まあ一つにはあれですよね、企業がその支出を増やしたかどうかっていう、うん、でも内部留保溜め込んでんじゃないかって話もありますし、うん、あとはその株を持ってる人たちですよね、うんうん、株主の皆さんが支出を増やすっていう、うん、まあ、いわゆる資産効果ですよね、うんうんうん、資産効果があったのかっていうと、まあそうでもないんじゃない、そうでもない、まあこれは私も限定的だと思っていて、うんうん、お金持ちってもなんか割と十分消費しちゃってるんですよね。株が上がったっつったって、それで消費増やすかっていうと、まあ、かなり限定的っていうのは私思います。あと、まあ株価が上がっただけで利子が増えたわけでもないので、うん、そうなると結局今ここが増えてもその利回りは下がってるので、実際そうなんですけどね、株式の利回り下がってるので、キャピタルゲインだけ増えてもっていう、うん、それでどれぐらい増やすのかっていうところですよね、うんうん、まあ、そこは限定的だけど、まあ、株価上がること自体はまあ悪くないのかなと思いますけどね、それが目的ではないからなっていうところが含みとしてありますからね、はいはい、そうですね。で、まあ、次の、2のところですね、大丈夫ですか、はい、っていうところなんですけど、これ超過準備不利、準備預金不利ですね、を行うとなった場合は、まあ、さっきは量的緩和をやってしまうと、まあ、金利がゼロに、ね、固定されると、はいはい、そうで、まあ、よくある何ていうか量的緩和用語論って言っていいですかね、もうあらかじめたくさんその買いオペしておけば、その一気に売り払うなんてことはちょっと市場的にできないんで、そのゼロ金利が薄く続いていいんじゃないかみたいないう話が結構あるんですよね、うんうん、ただそのさっきも言ったんですけど、不利でコントロールできるようになってるの で、 うそうで、しかも不利のある準備預金って国債と同じっていう話がさっき言ってたんですけど、うんうん、でいうことで、その準備預金量が多くても利上げされてしまうんで、うん、その全然人質になってないという、うんうん、いう話があって、そうだから、そういう意味でも量的緩和のポジティブな効果っていうのはちょっと考えがたいなというところですかね。
これはあのフリをまあつけてですね、だからそれ以上金利が下がらないっていう、まあそういう状態にしてしておいて、まあかつ量的緩和っていうのを考えられるわけですね。実際もうすべての中央銀行はそうしてるんですよ、うんうん、全くゼロに張り付かないようにすると、うんうん、 そうですよね、その銀行間の融通ができなくて、ゼロパーじゃみんな貸さないじゃないですか、ね、なんでそう 0.1 パーとかつけて、うん、ってやってたのが白川さんですよね。それで1パーとかつけて量的緩和して、うん、で そうすれば、まあ、あの銀行間の融通の金利がゼロにならないんで、うん、その銀行間の貸し借りが、まあ、途絶しないという。ただまあ、ね、日本日本は今かなり複雑になってますよ ね、プラスの不利とマイナスの不利がもう入り乱れてるんでですね、でまあここも別に、はい、そうかなと思うんですが、うん、じゃあちょっと次行きましょうか。そうですね、うん、でまあこんなの僕がわざわざ言うまでもなくということで、あのレイとフルワイヤーっていう、まあどっちも M 歌ですね、はい、うん、まあ、やヒトラがもうすでに喋ってるというところで、まあ読み上げていくと、で準備預金追加は銀行融資拡大に資さないって書いてあるんですけど、まあ、もうすでに論じた通りですね、はい、銀行の行動を変えないんで意味ないですよという。でまあ2番目はまたちょっと僕さっきまで話したこととはちょっと違うんですけれども、まああのやっぱショックになってしまうと、あの金利がある程度下がっていってしまってもゼロまで近づいても全然借りないんで、頑張っていろいろそのね、イールドカーブコントロールするとか、まあに近いね、将来の金利を低く約束するとかやってもそんなに借にあの借り入れをね増えなかったんじゃないかっていうのが、まあ、彼らの結論ですね。そうでまあこれですね、その3番目、まあ、国債購入は結局そのなんていうか何て言うかな、金利くれる商品をあのくれない流動性に変えてるだけなんで、その別にその民間がすごいそれで得したかって、資産がこうの内容が入れ替わってるだけなんで、あのなんか不思議ですね、お金だけを資産と感じる人が結構いるんですけれども、それはね、そう債券と株式もお金資産なんでね、そうそれをそう入れ替えられてもすごく得して支出増やすって話には絶対ならないんで、うん、そこはちょっと注意しておかないといけないかな。まあでもしかもその入れ替えって言ってるのが、うん、民間銀行を舞台に行われてるわけで、うん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 、まあその個人はほぼ関係ないですよね、特に日本では。そうですね、まあ、個人であっても何だっけ、100万円分の株式を100万円と入れ替えてもらったら出す、何て言えばいいですかね、あの支出が増えるのかって言ったら、どうだと。いやまあ実際問題怪しいんですけども、ただまあ一応あの国債よりも、うん、あの普通の現金っていうかお金の方が、うん、あの流動性が高いとされているので、うん、まあ使いやすいというか、うん、まあその国債を一回お金に変えてからお買い物に使うよりもお金が手元にある方が使っちゃうかなっていう、うん、まあお金持ちにとってあんま関係ないんですけど ね、まあ、100万100株式買ってるやつは、うん、多分その100万置いとくだけだと思うんですけどね、そうなんですよね、うん、あの時々大してお金ないのに、うん、なんか定期預金とか契約しちゃったりとか、うん、大して金ないのになんか株買っちゃったり債券買っちゃったりして、あの金あれば使えるのにでもまあもう定期預金入っちゃったしなみたいな契約しちゃったしっていう人はたまにいるんですけどもそう、ね、まあそういう、まあ、あのいわゆる余裕資金でね、うん、余裕資金で資産運用している人にとってはあんまり関係ないっていうのはおっしゃる通りかなと思いますけどね。まあ、個人レベルでも銀行レベルでもそこは変わらない、うん、はい、それどころか、うん、その利子収入があった100万の株券を、うん、まあ、まあ債券でもいいですよ、うん、でそれを取り上げられちゃって100万じゃあね、その価格分だから渡すわって言われて現金渡されたら、あの利子収入が単純に減少しただけとも捉えられる。まあそうですね、はいはい、っていうことがこの4番目なんですよね、うんうん、その先ほどのスライドの方にあるんですけれども、この4番目、その民間の丸4の方なんですけれども、そう、どちらかというとデフレ的に働きうるというところで、これがどうなんだろうっていうのがちょっとね、うん、あのまたちょっとこれ後で出てきて、うん、あのそのこれが実は金融政策の不安定性に関係しうる話なんですよ ね、最近でも宗派レベルでもリバーサルレートの話が出てきて、うん、であのリバーサルレートの話なんですが、じゃあちょっとここで言っちゃいますかね、あの、うん、結局ですね、そのコールレートがこう下がっていきますと、うん、でコールレートが下がっていくっていうのは
それは金利が下がっていくわけだから、うん、その民間銀行にとってはね、金利収入が少なくなっちゃって、うんうんうん、そうするとその民間銀行にとってそのまあ経営がその安定化しないんで、あんまりこう貸し出し増やさなくなるんじゃないかみたいな話ですよね。なんですけども、そのそもそもコールレートが下がること自体は、あの資金調達がまあより楽になる話のはずですよね。だから銀行を楽にしているわけであって、でその貸し出し金利が まずこれ連動するとは限らないっていう話が まず MMT の中からも出されているわけじゃないですか。それで貸し出し金利がそこまで政策金利コールレートに対してその連動して動かないんであれば、あのむしろこれ楽になって収益が上がる話なのが、で実際そうなってないっていうのは、結局金利を下げなきゃいけないような局面ってもう貸し出しが減っちゃって資金需要が乏しくて銀行がすでにもう辛い状況になっているっていうことなんじゃないかと僕は思ったりもするんですよ。だからその金利が下がることが、まあ、コールレートを下げることが銀行を苦しめるっていうのは、どうなんだろうっていうね。そうですかね、難しいところなんですけれども、まあ、その銀行としてはその金利が下がった分、それはそのさっきも言ったんですけど国債とのバーターでやられてるんで、その分銀行の安定収入減ってるんですよ、その瞬間は。ただあの本来的にはそれであのその分だけあの貸し出せるあの銀行預金の金利、金利っていう、なるべくな、あの銀行融資の金利が、まあ、下がって、その分借り入れが増えても薄利多売みたいな状態になって、そうで、それでまあまあプラマイゼロだったらプラスだねで終わればいいんですけど、まあそれがそうはいかないのがまず不況だし、だからもうそもそもがそれ不況になってること自体がバットなわけで、その金利を、そのコールレートを下げたこと自体が銀行をバットにしてんじゃねえんじゃねえかっていう、だから泣き面に蜂っていうところですね、どっちかっていうと、そうなのかなっていうのは、あのこれはすごく単純化してるんですけども、その銀行にとってそのまあ資金調達のために払わなきゃいけない、その金利と、その貸し出しの金利のその差で儲けてんでしょっていう、でこの差が大事なわけであって、その貸し出し金利の絶対値はなんかそんなに問題じゃないんじゃないのって、ここだから開、ここが開けばいいわけでね、ここが開けばいいんだけど、でこれがあのこの差が変わんないままこうやって推移してるんだったら別に同じだし、こっちをこう下げ気味にする、コールレートの方を下げ気味にするっていうのは、あの多少たりとも銀行をどうせ貸し出し金利も下がってきちゃうけど、多少たりともここを楽にさせてんじゃねえのっていう、もちろんその率はそうなんですけど、融資量が減ってしまってるんで、もちろんその儲けも、でも融資量が減ってんのももうそもそも不況だからなんじゃねえかっていう、融資量が減っててしかもそれでその追加的な金利下げが、あの融資を増やさないような状態、そうなるとそのあのさっきも言ったんですけど、下がって貸し出しが増えて薄利多売で、まあ、プラスマイナスだとプラスっていうのが、まあ、求めてたところなので、下げても増えないってなってしまったら単純に利子収入が減っただけになってしまって、どっちかというと追い詰めてしまうっていう、追い詰めるのかな。そうですね、まあ変わりませんは分かんないけどね、いや効果はないですっていう場合はあろうかと思うんですよね、これこのままこうやって下がっちゃって、まあまあまあとりあえずちょっとそんなくらいにしときますか。あのコメントを、はい、ね、ちょっと入れないとなんかやばいような気がしてきた。いや全然なんかあの難しくて分かんないっていうのもあればですね、はい、まあ、民間がお金借りないから政府が財政出動してお金を世の中に回すしか方法ないよねとかですね、あとね、金貸してくれる銀行あったら紹介してよ、あと銀行から債券買うより国民に直接お金配ればいいのになとか、まあまあそれは、そうですね、僕が考えてるんですね、そんなとこっすかね、今のとこはね、まあじゃあ話についてきてくれてる人もいるっていう、ちょっと難しく感じてる人すいません、なんかこう見た話になっちゃって、まあただまあ今のちょっとご意見は少しあの違いがまああるっていうことですね、まあ金利下げることの効果はマイナスになる場合もあるという、その望月さんのご意見でしたということですね。まあそこは可能性としてはちゃんと僕も考えたいと思っております。じゃあ次に
行って、そうですね、大丈夫ですかね、はい、はい、まあ、で明治的財政ファイナンスの話をするか、ね、これ実は前回やってないですかね、やってないですかね、はい、確か、うん、OMF と呼ばれてるやつですね、うんうん、これ何ですか、そうそもそも結局そのなでも国債をもう廃止して、はい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 、さっき国債を出すことで金利をコントロールしてるって言ってたんですけど、はいはいはい、もうもっと前に論じたように、うん、政府は別に国債で資金を調達しているわけではないので、うん、そうで逆にじゃあ国債は何のためにあるのっていう話はさっきずっとしてて、で国債は結局ただこれ前回やったかも分かんないんですが、うん、その税金を財源にしない、うん、国債も財源ではない、うん、でどうやって資金調達するっていう話なんですかね、うんうんうん、え今でもできるってことですよね、っていうか今してるというしてるってことですよね、ということになりますかね、はい、えしてるんだけど、うん、要するに政府が中央銀行に、まあ、当座預金持ってるじゃないですか、はいはいはい、まあまあ、それを政府預金というふうにするんであれば、うん、まあ、そこに例によって、まあ、キーストローク的に、うん、そのチャチャカチャって、うん、そのコンピューターのキーボード叩けば、うん、まあ、お金ビビュって増やせますと、うんうん、で別にえそれで支出すればよくねってことですか、うん、そうです、でそれっていうか、まあ、事実上はそれに近いことが行われている、でもそれはそれを、うん、やった後、うん、でも結局国債っていうものを発行して、うん、それはまあ意味ないかも分かんないけど発行して、うんうん、で一応その国債とその税額を足した分の支出にバランスするように今はしてるんですよね、うん、後付け的に、税額にバランスするようになってるかどうか、まあまあ結構結果的にはそうなってる、まあ、税額をなんて言えばいいのかな、税から出したわけじゃないで、うん、ちょっと難しいんですけど、あ、いや、うん、税から、ね、税が財源がどうかっていう話よりも、単純に計算式として、うんうん、税額と国債を足したものが政府支出になるように結果としては、まあ、一応なってるんですけど、うん、そ、まあ、でなってるけど、うんうん、でも別にそれはその政府預金を、うん、ちゃっちゃかちゃって積み立てて、うん、そこから支出してるわけ で後付け的に国債を発行してるだけなんで、その後付けの国債やめれば、うん、国債なしでそのキーストロークのみで、うん、別に支出なんかできちゃいますってことですよね、うん、そうですね、ていうかまあそうしてるというかですね、でまあちょっとでも国債はでも後で発行してるじゃないですか、あ、後っていうか 先に、うん、先に発行するという縛りプレイを自分でやってるって感じ、ね、うん、そうですね、だから縛りプレイをしてるわけで、うん、でその縛りプレイは別に必要なくねっていうことが、うんうんうん、これは MMT の皆さんが言っているのか、うんうん、一部の人が言ってるのかどっちなんですか、いや、まあ、みんな分かってるからっていう、国債は何のためにあるのかっていうところからですね、ああっていうのは、うん、国債を廃止しましょうっていう政策提言自体はみんなが言ってるんですか、それとも一部の人、あ、いや、どっちかっていうとミッチェルが推してるっていう感じ で、ね、ケルトンはちょっと距離を取ってるんですけど、うん、なんとなくケルトン先生が言ってるようにはあんまり見えなかったんですよね、そう、てかまあ直接聞いたんですけどね、はいはい、ケルトンさんに、まあ、聞いたんですけど、うん、まあちょっとまあ、でもそんなで国債が発行が必要だからって話じゃなかったですね、結局別に必要だから国債を残すべきっていうわけではなかったんですけど、で、うん、明治的財政ファイナンスっていうのは、うん、もうでもこれは国債をもう廃止しちゃって、うん、さっきの縛りプレイはもうなくしちゃって、うん、もう別にキーストロークで、まあ、今もやってるわけ で、うん、でもう別に国債を発行してどうのっていうのは別にやめちゃって、うん、それでいいじゃないかということですよね、うん、そう で、うん、そうで先ほどねその税金と国債を足したら政府支出っていう話あったんですけど、僕は捉え方が逆だと思ってて、政府支出によって通貨はまず発行される、うん、で税金によって一部回収する、うん、で残ったのが、うん、政府通貨になるわけなんですけど、残ってる分残存分のが、まあ、その時陶器で残ってる通貨じゃないですか、でその通貨のうち、うん、そのベースマネーで残るか、うん、そのそれとも中央銀行がその売りオペして国債で残るかっていう、うん、そういう形なんですね、だから順序がちょっと逆になってくるんですけど、うん、で先ほどその国債プラスその税金になる政府支出が、うん、まあてか政府支出引く税金が国債、うん、残存国債になるっていうのは、うんうんうん、ただそういうオペレーションしてるからっていうだけなんで、そうで統合政府レベルで見ると、うんうん、全部国債で持ってるわけじゃないじゃないですか、うん、でもむしろ大体まあ違うか、まあさすがに国債の方がいいか、だけど準備預金と国債っていう2つの
種類の資産で民間は持ってますよね。その累積財政赤字を。ああ、でもそれは、うん、その民間が持っている、うんうん、あの国債って捉えちゃうとそうなんですけども、うんうん、ここが統合政府で逆に考えずに、うん、その政府の、うんうん、まあ、いわゆる国債の発行残高ですね、うん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 、残高っていうものを見たときに、それはまあ日銀が吸収している分もあるわけですけども、うん、あのその吸収している分マイナスしないで考えれば、うんうんうん、あの結局国債とその税金っていうのを足したものが政府の支出っていうのに、あの因果関係はもうちょっと置いといて、それは別に今のところ投資金になってるんじゃないですか、っていうふうに、うん、なルールでやってるっていう、そういうルールでやっているっていう、そういう縛りを勝手につけてやってるだけで、別にそうしなきゃいけない言われはないから、もう国債なんか廃止しちゃって、もうそのちょっとまあヘリマネ的ですよね、本当に。あの民主的財政ファイナンスっていうのはもうそうやってやってしまえってことですね。で、うん、まあ、もしその国債みたいな、その代わりに債券を出して金利をコントロールするような商品を出すとしても、その毎回その財政支出分だけ毎回国債を作るっていうことをする必要がなくて、中央銀行がその都度定期預金みたいな感じで、金融債とか定期預金とかみたいな感じでその都度発行してもいいわけですよ、別に。そう、政府、今は財務省がわざわざ毎回同額分だけ作って中央銀行にずっとストックしてあるという形をわざわざ作っているというだけのことで、それは別に中央銀行が普通の銀行の定期預金や、うん、まあね、金融債だ CP だ、うん、みたいな形で、うん、新規で発行して吸収するという形を取っても別に構わない。あ、ということは明治的財政ファイナンスは、うん、まあ0、1っていう以外にもちょうど間ぐらいのがあって、うん、同額だけ全部国債出すんじゃなくて、一部だけその国債に変えてしまうというか、うん、っていう方法もあり得るということですね。方法もある。そうそうですね、うん、まあ、OMF がというよりかは、うん、それを、うん、実質的にやってることが同じっていう話ですかね。そう、あ、でも、うん、OMF の場合は、うん、もうそれはもう全部廃止しちゃうんですよ。もうその国債も発行しなければ中央銀行債を作るわけでもなくっていうのが OMF にはなってくるんですけど、そうね、っていうのがね、国債はその金利を調整するために作ってる定期預金でしかないので、そこはちょっとまあね、見誤るとあれなんですけれども、まああとはあれなんじゃないですかね、これは多分主流派の人が言いそうなことなんですけども、あの一応国債をその発行しましょうっていうふうにした方がその放漫財政にならないんじゃないかって多分考えてんだと思うんですけどね。まあ、あの国債をなんか発行しないと安心感は逆にあるんですけども、いや、あ、政府の借金じゃないのねっていうのは素人的な考えですけどね。うん、だけど、まあ、本末転倒かもわかんないけども、うん、それ国債をちゃんと発行しましょうっていうと、うん、ああ借金なんだ、あんま使いすぎるとよくねえんだなみたいな、うん、後で返さねえとみたいな感じに、ね、そうそうそう、だったら、うん、やっぱり財政支出ってそんなに増やしすぎちゃいけないんだろうなみたいな縛りになってくるんで、あえてそういう縛りプレイをするっていうことの意義っていうのを、まあ、僕はそうは思ってないんだけど、うん、主流派の人は言いそうですね。言いそうですね、うん、まあ、あくまでそれも自情自爆で心理的な縛りでしかないんですけど、あ、まあ、それが結果的に緊縮財政になってるんで、ミッチェルはそれやめろっていう、うんうん、言いたがってる。もうその政治的な効果の方をどっちかというと強く期待してるかもしれないです、うん、だからまあ、そういう効果があるから、だからこそ逆に OMF をやった方がいいってことですね、うん、そうですね、でそれは別にね、なんか金利を操作しないだけで、もう現実のオーバードでわざわざつけてるのはそういうことなんですよね。あの明治的って今も財政ファイナンスはしてるんですよ、うん、はいはいはい、今の財政システムって、うんうん、なんだけどもうそれをもう明治的にして、うんうん、そうで、もう俺で税収や国債によって制約されてるっていう思い込みから出しましょうねっていう、うん、これは政策提言っていうことでいいんですよね、うん、まあ、そういうことになってくるんですかね、うん、なんかね、はいはいはい、書き込みで、はい、政府の借金は国民の預金なんだから、うん、政府はどんどん借金を増やせ、うん、まあね、うん、まあ、それで増やしていいかどうかっていうのはまたね、うん、その
国民が持ってる金融資産が多すぎるか少なすぎるかって話になってくるので、逆に言えばその主流派の人たちって実質的には国民の金融資産が多すぎるから削れって言ってるんです、事実上ね。まあ裏を返すですね、裏を返してまで考えてないだろうけども、まあ考えてること一部はいるだろうけれども、なんかあんまりよく分かんないまま、つまりそう彼らは今の金融資産多すぎてそのままだとインフレになってしまうから、そうね、増税で削り取ってインフレを防ごうっていうのが彼らの、まあ、その財政学者レベルではそういう発想なわけですよ、ね、そんなみんなね、その金融資産をなるほど持ってますかねっていう。だからまあここがちょっと一つ、国民の資産だって言った時に、やっぱその銀行が結構持っていて、まあ、それもだいぶ日銀に買い取られてますけども、その銀行っていうのが我々国民って感じられないですよ ね、 そうですね。あと銀行だけじゃなくてやっぱ資産家がやっぱどんどんたくさん持ってる、そうなんですよね。結局はこれまた後でそういう論点もあるんですけども、なんだろう、僕らが資産持って潤ってるっていう風には全然なってなくて、まあ、個人向け国債なんて買ってる知り合いいないですからね。僕もちょっと買おうかと思ったら、まあ、うちの親なんかその郵便局行って売ってくれって言ったら、なんか断られたっていうかね、むしろそのゆうちょの預金を増やしてもらって、その預金でもってゆうちょは国債を買いたいっていう、直接買ってくれて手数料稼ぐよりそっちの方がなんかいいというか、まあ本当かなと思うんですけどね。預金で買うっていうのはちょっとよくわかんないですけどね。なんか全然その預金で買えるわけないから。あ、まあ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 。すいません、MMT 的にはそうそうそう。ちょっとごめんなさい。話が。ちなみにあと30分ぐらいですよ。はいはいはい。じゃあ1分の持ち時間は。じゃあとりあえず OMF はこれで、もう一個あるかな。ちょっとスリーも一応見てみますかね。まあ一応見ときますか。でまあさっきその明示的にするメリットはその国債に縛られてるっていう心理的縛りを解くという、まあ政治的な意味があるっていうのが一つだったんですけど、まあもう一つはその国債金利でその金融部門や富裕層への所得集中につながってるじゃないかっていう。これは僕も共感してるんですよね。なんでかというと、別に僕は金持ちが不労所得を得てもいいと思ってるんですけども、それはなんか自分たちの努力でやってほしくて、国がその国債っていうね、安定的な資産を供給してあげて、それで何のリスクも取らずに、まあ、不労所得を得るっていうのは、まあ、そこまで金持ち甘やかさなくていいんじゃないのって思っちゃうんですけど、 それについてどう思いますか？そうそう、しかもね、利上げをして、インフレ抑制するってめちゃくちゃ不道徳なんですよ。ね、だって利上げしたら増えるの、国民その富裕層の所得は確保されて他のやつは痛い目見るという、まあそうですね。そんな馬鹿げた政策あっていいのかっていう。でも貧しい人の方がね、消費成功、つまり消費に回す割合は高いから、そっちに打撃を与えた方がインフレ率下がるんですよ。一体何を向いて何のためにしてるのかって話で、ひどいですけどね。なんだそりゃっていう話でね、目標はインフレじゃねえじゃんっていうところなんですけどね。でまあ、ミッチェルはもうそういうことなんで、もうその年金だと、この国債金利というのは富裕層に対する、富裕層に対する年金ですね。まあそうですね、で所得分配の不平等を排すね、まずここやというふうに言うんですけど、まあ、ヒルトンはちょっとそこから一歩だと遠ざかったところで、ヒルトン先生はもうちょっと冷静に、言ってるっていうところですね。僕やミッチェルさんのように正義を振りかざしてるだけではない。まず 2かな、そっちは2に書いたのかな。2ですね。はい、ですね。2でなんて言ってるケルトンさん。そうそう、2、まあ、ケルトンさんは実際不公平なんですけど、金利収入は。ただ、まあ、安定収入がないと、逆にその銀行はどんどんリスキーな投資をしてしまうので、そのによる不安定化もちょっと考えないといけないから、でやっぱりリスク、安定収入がゼロになってしまうと、リスクのある投資に全部資金力が行ってしまうということになってしまうので、この辺のリスクヘッジするようなさ、金融技術っていうのは進んでんじゃないですか？でもそれをまた逆用するんですよね。自己資本比率がどうのこうのって規制をしようとしたらね、うまいことそこをごまかす技術ができたりとか、そうなんですよね。リスクヘッジできる技術っていうのは逆にね、レバレッジ効かせる方にもね応用できるからね。あんまり良くないっていうか、結局
局逃げられてしまうっていう、そうなんですよねみたいな話になってしまう、ね、だからまあ言ってみればアメリカの住宅バブルが起きてそれが崩壊してリーマンショックが起きましたみたいな、うん、ああいうことをより起きやすくさせてしまうんじゃないかっていうのがケルトン先生の、うん、そうですね、まあ、あの、うん、不安に思ってることですね、うん、そうですね、まあ確かにそれはそうかな、ひょっとしたら低金利政策がそういうベクトルで効いたかもしれんしっていう、でやってきてしまうと、まあだからゲルトンはでもそんな莫大な20年債のあの莫大 3% 5% みたいなそんな金利を与えるなっていうことで、短いあの期間 の国債だけ発行すればいいじゃんっていう、まあ、そういう、それだったら金利が低くて済むからですか、そうですね、そこまでその不平等じゃないから、まあこれぐらいは許したろうという感じですかね、捨て口みたいな話ですね、まあなるほど、うん、ちょっとこれもいろいろ議論の違いがあるところだけど、まあこの辺にしておきますかね、 あとなんかあのその3のところ、その民主的財政ファイナンスの3のところに、うん、自然利子率はゼロだって書いてあるじゃないですか、うん、これはどういうことなんですか、うん、結局その、うん、ミッチェルが言うようにその国債はあの、あるいは準備預金不利もそうですけど、まあ、金利をあのゼロにならないようにこう引き上げる、支出をしてしまうと通貨が増えて金利はどんどん下がってしまうので、それを、ならないようにあの金利を引き上げて、しかもまあそれはその金融部門富裕層に年金を与えるような形でですね、っていう形で、まあ、金融調節をしている、それをやめた上で、しかも十分なあの、まあ、ミッチェルが思うような十分な財政支出をする、そしたらあの自然とコールレートはゼロになってきますよ、通貨がどんどん溢れてくるので、でそうなってきたら、まあ、あのコールレートはゼロになるから、まあ、結果的にゼロになるだろうなぐらいの、めっちゃ皮肉ですよね、ああ、はいはいはい、ミッチェルの。でまあ細かいこと言うと、そもそもがこれ名目金利ですよね、ゼロっていうのは、うん、そうですね、間違いない、実質金利じゃないですよ ね、うん、コールレートがゼロになるよっていう、はいはいはい、ことを結果的にゼロになるわって、うん、それが一番ベストだみたいな、まあそれを指してベストって意味で、うん、まあある皮肉も込めて、うん、自然利子率はゼロだと、そうですね、だから市中の、まあ、普通の融資金利がゼロになるって話をしてるわけじゃないんで、うん、そこをちょっと混乱するとそれはありえないんでね、そう、ただあのこれもちょっとお聞きしたいのは、うん、その利子率を結局、うんうん、どこに固定するのか、うん、あの要するに金融政策無効論が出てきちゃったからには、うんうん、その主流派が言うように利子率を上げたり下げたりっていう、うん、まあそういうもうオペレーションはやらないって皆さん MMT の人たちは思ってるんですよ ね、 そうですね、やるべきではない、ない、うん、でそしたらどっかの利子率に固定しないといけないわけじゃないですか、うん、そうですね、でそういった場合にそれはゼロに固定すべきだってミッチェルは思ってるわけですよね、そうですね、で他の皆さんどうなんですか、うん、MMT の、まあ、さっきケルトンが出てきたように、うん、安定収入は確保した方がいいんじゃないのって話になるとっていうことは、それはちょっとその 1% 高 2% 高の利子率で固定する、うん、で結果的にそうなるって形ですかね、それだけ の、 その、 あの債券を供給するってことは最低取引を通じて、あの銀行間の貸し出し金利もその 0.5% か 1% かは分かんないですけどに、まあ、結局修練してしまうだろうけど、まあ、それを目標値としてやってるっていうよりかは、まあ、捨て口与えるっていう話であって、はいはいはい、それを上げ下げして経済をどうにかしようって、うん、するわけでもないし、 1% とか 2% とかが適切であるって言ってるわけでも別にない、はい、特にマクロ経済政策にとって適切と主張したいわけではない、うん、でもないということですよね、はい、で逆に10% ぐらいに固定したらいいんじゃねとか言ってる人はさすがにいないですよね、いないですかね、まあちょっと低めで皆さんだいたい考えていらっしゃる、そうそう、まあ、彼はそう 10% 20% になって彼ら何が問題って、その富裕層に年金を与えるのが嫌って話ですから、うん、そう、まだちょっとね僕らが懸念しているのとはだいぶ違う、あのじゃあレイ先生はこの辺の、うん、なんて言ってるのかな、なんかあんまり聞かないですよね、僕もあんまり聞かないな、うん、勉強不足で申し訳ない、あ、いえいえ、じゃあまあこの辺は明確に論じてる人と、うん、まあ、あまり論じてない人と結構温度差があるってことですね、まあ、ミッチェルとかはもうかなり強力にそうです、ね、この辺は主張している強硬派っていう、うんうんうん、なるほど、なんかすごくいろいろ僕も分かってきました、ね、であと、17分ぐらいですね、あ、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、
ね、ちょっと後ろの方をやらないとこもあるんで。でもね。はい。で、次にじゃあ、行きましょう。はい、スライド、次お願いします。はい。はい、次、これ何ですかね。ね、じゃあ、中央銀行が将来のマネーサプライの拡大を約束すれば、インフレを起こせるという考えは間違いという。これはごめんなさい。これはゼロ金利下においてですか？それともゼロ金利下でなくて。っていうか、まあマネーサプライを直接操作できないっていうのはいろいろあるんですけど、まずゼロ金利だったら絶対できないっていうのはまず当然そうだとして、プラスの金利でも実際どうだかなぐらいの、もちろん絶対に全然効果がないって言ってるわけじゃなくて、いろんな効果があってプラスマイナスどう出るかは分かりませんよっていう言い方なんですけどね。まあ、ちょっととりあえずプラス金利の時に、限定してお話しした方が分かりやすいと思うんで、ちょっとそっちでいきたいと思うんですけども、まあ普通はですね、僕もまだこの考えはちゃんと捨ててないんですけども、主流派経済学者が言うようにですね、金利が下げれば景気が良くなるし、金利を上げれば景気が悪くなるんで、景気が悪い時は金利下げて、景気がいい時は金利上げればいいじゃんっていうのは、まあそうだろうって、まあ普通に教科書で学んだね、僕みたいな経済学者だったら思っちゃうわけなんですけども、いや違うぞっていうことなんですが、違う理由っていうのが次のスライドになるの？いや、まあ、ここは次にはちょっと書いてないんじゃないですかね。なんでこれは金利の上げ下げダメなんですかねっていうところで、どっかに書いてないかな。まあここ言うと何番目のスライドかな、これ。あ、もし後でだったら一応あるんですけどね。後で見る。まあ後でにしますか。じゃあ後にしましょう。とりあえずこう MMT の人たちは金融政策無効論とまでは言わない、無効論とまでは言わないけども、会議論ですかね。会議論ですね。そこだよね。そこをね、皆さんに声高に言っとくと、聞いてる皆さん分かりますよね。かなり金融政策が不安定で頼りにならない、プラスの効果もマイナスの効果もあって、どっちが大きく働くかが状況次第はっきり言えないんで、財政政策の方が確実に適面に効くんじゃないかということですかね。おおよそはまあ大体そういうことなんですけど、ちょっとじゃあまた後でやりますんで、で、そのじゃあ次のスライドに、すいません、また後でやります。その次のスライドいくと、ね、これまた違うテーマなんだけど、全く違うテーマになるんですけれども、まあよくあるのはその財政債務残高 GDP 比で見れば、その緊縮した方が逆に悪くなるみたいな、出した方が良くなる、だからやろうみたいな感じの議論があるんですけれども、僕はそれはあんまりいい議論の立て方じゃないな。ああ、これはあれですね、政府支出を増やした方が景気が良くなって税収が増えるって話、それではない、そうですね、それに違う、財政はむしろ再建される、はい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 、GDP 比で見たりとかして、そういう話は、そもそもがあんまり意味がない。そう、言いたいことが分からなくもないんですけど、どっちかというとミスリーディングに働いてしまうかなって思ってて、そのじゃ あ, そのあ今その GDP 比がどんどん上がってるから、じゃあまずいじゃんみたいな話になって、そういう話になってしまうので、それはもうこのその話をするんだったら、この1番目のことをものすごい最大限に強調してからじゃないとまずい。少なくともレイやミッチェルは一番目のことをものすごい言った後で、まあ、結局その、ね、財政支出を増やしたからって GDP 比増えるとは限らんよっていう感じのトーンで話すわけですよ、レイもミッチェルも。なんかレイの本を読んでいたら、その債務残高 GDP 比について、なんか結構こと細かに論じてたから、あれこの人結構主流派並みに気になっちゃってるのかなと思ったんですよ ね。でも違うんすかね。そうね、そこから なんか数十ページかぐらい行くと、今度はその債務残高 GDP 比が意味ないから、ちゃんとその何て言うの、経済的な効果に、まだ機能的財政論の話ですよね、はいはいはい、考えましょうみたいな感じで、まあなんて言えばいいのかな、そこのその債務残高 GDP 比のところも読んだんですけど、まあ、100%、1000%、10000%、そういうふうにはいかなければいいんですみたいな感じの、まあ、トーンで、まあ、その議論が正しいかどうかもとりあえず置いとくんですけど、まあ、その望ましい何パーセントかっていう目標値があるわけじゃないんで、結局それそういうことを論じてたわけでもないし、あ、単に発散しませんよ、発散するっていうのは1000倍とか1万倍とかにどんどん大きくなってったりはしませんよってことをとりあえず言いたかったというぐらいのもんで、あ、
あんまりなんていうか、ちょっとでも、ね、そこの部分は、うん、ああこれは誤解を招く書き方かなと思っちゃったね。僕も思います。僕も思います。だってあのもうそもそも機能的財政論をその MMT の人たちが取り入れてるわけだから、うん、その借金の政府の借金が GDP に対してどういう比率かっていうのは。そこはもうどうでもいいんですっていうのがそもそも、まあ、MMT の中で一番皆さんが、うんまあ、争点にしたいところなんですね。ですか、ねうん、視聴者の人がそうなんですか、はい、なるほど、うん、でここはやっぱりみんなそう思ってますよ ね、 やっぱね、うん、MMT の話を聞くとね、うん、だけどその、うん、実はそんな桁じゃないんだよっていう話ですよね。でもさ、そういうここにも3個目にも書いたんですけど、うん、なんかそういう風に財政再建になるから財政出動しましょうみたいな言い方やと、うん、あのやっぱりその拙速な緊縮にこう行ってしまって、うんうんうん、もうむしろあの何て言うかな、逆効果というかですね、まあ、足引っ張る要素になってしまう。あ、これなんか獅子身中の虫って書いてありますけど、はい、よくこんな言葉知ってますね。いやいやいや、どういう教養の持ち主なのかっていう、ますます この言葉を見てですね、あの一番このスライドの一番下のところにあるんですけど、望月さんはなんかちょっと正体に知れない人だと思いましたね。で、まあ、これ要するにあれですよね、財政再建のために財政出動が必要なんですよっていう、それで税金がまた増えるしっていう話だと、いざ増えなかった時に、あ、じゃあやっぱ緊縮しなきゃって話になっちゃうんで、あのそういう論法だと、あのいい時はいいけど、これこういう論法が効かない時にも足引っ張るだけですよ、うん、ってことですね。はい、はい、うん、いいですね、はい、うん、でまあ、その次に参りましょうか。はい、じゃあ次のスライド。その次はこれすごいよくあるんですよ、ね。はいはいはい、僕すごく、はい、もう本当にこの考え方ダメだなと思ってて、まあすいません、僕もこんな論じ方してました。そう、はい、ね、まあこの1番目がまあ全てなんですけど、まあ準備預金は一応とりあえずは政府にあの支払いができるものとしてね、こう出回ってるわけで、まあそれがその約、それはあの負債ですよ、うん、経済定義上間違いなく。っていうところを全部無視して、じゃあ国債と準備預金を入れ替えたら、で準備預金に変えてあげたらもう全部チャラみたいな、いやそういう話じゃないんでっていう、むしろ国債の方が、国債は何を約束してるかって、その額の準備預金にね変えてあげるということしか約束してないんでね、そう全然返しないわけですよ、まあまあまあ履行はしてるんですけどね。そう、むしろ最後その納税されるっていう形で履行されるわけですよ、その政府の負債っていうのは最終的にはね。そうということなんで、なんかその、国債は借金で準備預金は借金じゃないから、その準備預金に変えたらチャラっていうのがもう全部逆なんですよね、僕からすれば。あ、全て逆の議論をしてる。あ、むしろその準備預金っていうのはまあお金であって、お金っていうのはまあ結局税金として納めるために存在してるっていうか、それによってまあ価値が担保されているものであるから、そう、政府の負債なんですよ、間違いなく。で、まあまあ、その内政的貨幣供給量も信用貨幣量もその MMT の定流に流れてる考え方は、貨幣は負債です。で、負債の、まあ、貨幣になりうる、負債は貨幣になりうるっていう、この、まあ、で2つが大事なわけで、でその中で考えると、その準備預金は借金じゃないっていう、もう考え方がして、もう頭クラクラしてしまうっていう。ただ、うん、私がここで思ったことっていうのは、うん、まあお金も国債もね、どっちも統合政府の負債ですっていうのはいいんですけども、うんうん、あんまりその明確に借金としての意味をなしてないんじゃないかって思ってるのは、うん、いわばそのお金というものを、うん、まあ国債と同類というふうに考えた時に、それはどういう国債かっていうと、うん、無利子永久債、うん、無利子っていうのは利子を払わなくていい、うん、で永久債っていうのは、まあ、返す必要がないっていうものなんですが、うん、多分その永久無利子っていうのはいいですよね、うん、永久債っていうところに、うん、まあ多分望月さんは引っかかるってことですね、まあ、永久債って言ってしまうと、だから一生返さないってことじゃないですか、そういうわけじゃないですからね、これいつでも払えるんで、政府に対して。その実際の永久債って、まあ、発行されたことがイギリスであるわけですけど、うん、コンソル債ってあの教科書に出てくるやつなんですけども、うん、それはもう本当に返さなくて、うん、返さなくていいっていうか、うん、その
永久債の保有者はもう別にそれは償還されなくて持ったままですよね、うん、だけど貨幣は結局租税という形で回収されるべきものなので永久債と呼ぶのは良くない、うん、永久債にしても結局これ永久債の永久って何を約束してるかって言ったら準備預金と交換しないということだけが約束されていて、それは別になんかかといって準備預金に交換されたってその統合政府レベルで見て負債が減ったわけじゃないんでね、そう負債の中身が入れ替わってるだけなんで、そうだから定期預金と準備預金をこうどんどん入れ替えたって銀行の負債は全然減ってないし減らないし民間の資産も増えたり減ったりしないじゃないですか、そういうことなんですよね結局。で永久債はずっとさ国債の形を保ってるけど、例えばまあ日本の法律ではそうですけど国債で支払いってできますよね、いろいろその政府に対する支払いで、まあ結局それはまあそのね準備預金と国債が結局似たようなもんっていうことを指してるんですけど、まあだからそういう永久債はその多分それ支払いには使えると思うんですよ。そうなった。だから事実上貨幣以外の何物でもなくなってて、そうでそれはそういうふうに使えないのであればそれは多分永久債として取引されないと思います、むしろ。皆さんあと10分ですよ。え、10分？あれ5分じゃない？10分？あと10分。まあまあまあ。うん、はい。あ、大丈夫です、大丈夫です。うん、はい。まあちょっとここはですね、結構哲学的に深いのかなと私は勝手に思っていてですね、うん、まあまだ結構いろいろ論じられるんですが、うん、まあちょっと次に行ってですね、今日の最大のテーマであるですね、まあ金融政策がなんであまり効果ないのかというところに話をつなげていくために、うん、まあ一応ここさらっといった方がいいのかな。いやこれもやる時間ないと思います。やめましょう。はい、じゃあ飛ばしてこれ、ね、どこまで飛んでいくのかな。 次これ違うこれですね、アペンディクス2じゃないですか。これ次ですわ。これの次ですね。その1個手前ですね。あ、これが一番大事ですね。うん、今日の一番のポイントです。これはさっきずっと喋ってたことで、はいはい、クライマックスに行きました。で金利が与える効果って本当にいろいろあって、どう効くかちょっとわからないですよっていうところなんですけれども、うん、まあ、先ほども言いました通り、そのね、国債金利を下げるっていうことはその利子収入が下がるっていうことでもあって、まあその分だけその貸し出し金利も下がってた時に貸し出しが増えないと銀行は逆に損してしまうっていうのが、そのまあ MMT だけじゃなくて最近その主流派の枠組みでもリバーサルレートって形で議論されるようになってきてる。逆にどんどん国債金利が上がっていったらそれがどんどん緊縮的に働くかっていうと、それはちょっと微妙だなっていう。まあ、例えばまあ極端な話で金利 10%、20%、30% って上げていくっていうことは、その分だけの、その要するに 10% の国債、20% の国債、30% の国債っていうをどんどん上げてるってことになるので、それがインフレ抑制的に本当に働きますかっていうところなんですよね。まあ、ここもまあちょっとさっきお話したようにコールレートと貸し出し金利の差が大事なんじゃないかっていうところで、まあちょっと意見が違うところなんですが、うん、まあまあちょっととりあえず置いておきますかね、うん、ここが平行線をたどりそうな感じなん で、まあとりあえず、金利を上げることによって、まあすいません、コールレートを上げることによって貸し出しが増えるのか減るのかっていうのは1位には決まらない、うんうん、まあ、貸し出しがっていうよりか経済全体で支出がどうなるかっていうことですよね。じゃあ、まあ、金利収入による支出増加が多ければその分だけ儲かるわという話になって、貸し出しが金利が上がった割には減らない、むしろ増えるかもしれなかったりするし、逆にその、ね、金利が下がってもそんなに貸し出し増えないってなってしまうと、あるいはその金利下がった分銀行がむしろ萎縮してしまって貸し出し増やさないってなってしまうと、全然また逆の効果が生まれてきてしまって、つまりこれは金利収入を得ることによって、まあ、お金持ちが消費を増やすっていう効果も考えてるんですか。そうですね、そうですね、結局お金持ちがっていう、まあ金利収入はいろんな人が、まあ、持ってる人が、例えばそのね、僕らでも銀行預金金利として回ってくる分が一部回ってくるので、まあそう、ただやっぱりお金持ちの方がいっぱい資産持ってるんで、うん、金利が上がることの効果の恩恵っていうのを多く被るのかなって思っているんですが、果たしてその人たちはまあどれだけ消費するのかっていうのがあって、まあもちろんね、一般の人たちもその銀行預金があるんで、そこの金利が上がることの効果っていうのはまああってもおかしくはないと思いますけどね。やっぱ 10%、20% で金利が上がってくるとちょっと、ね、話が違ってくるのかなっていう、まあ、高い金利になってくるとやはり
あのそうそれ総需要拡大効果の方が無視できなくなってくるところがある。実際なんか高インフレの国だと、ね、結構高い金利で設定してるのになかなかインフレ収まらなかったりとか、まあ、もっと難しい問題があると思うんですけどそこはね、必ずしもそれだけじゃないと思うんですけど、でもまあそれもね結局だってインフレ率が上がってるっていうのはね、あの名目で見りゃさ、名目のこのインフレ率もさ当然上がってないといけなくてさ、そのまあ差であるね、実質利子率で見たら果たしてどうなのかなっていうね、実質利子率で見てもかなり大きいんであれば、あのそれでもう歯止め効かないの効かないんだったら、ああそうかと思うけど、あの実質利子率が大して大きくなってないんであれば、まあそれは効かないでしょって、ね、まあ、でもただそのだから名目金利が増えれば増えるほどどんどん支出が増えてインフレ率が上がるってなったら、こう全然実質利子率まず下がらないんじゃないかっていう話になってしまったりとか、まあちょっとここら辺支出に与える効果ってそんな単純な話じゃない、まあ単純な話ではないっていうのはおっしゃる通りですね。ああもうそろそろ終えないといけないんで、もう一回スライドに戻ってください、すみません。でそうするとあの右側に図があるんですけども、縦軸に金利利子率を取って、まあ、横軸に、まあ、GDP 産出量を取りますと、で普通 IS 曲線っていうのは金利が低ければ低いほど産出量が増えるんで右下がりで書くんですよね、それが右下がりではなく変なグラフになってるだろうというのが望月さんのご主張。そう、まあまあそう、僕がオリジナルで言い出したことじゃないですけど、右単調ない右下がりの IS は書けるのか本当にという、でもこれそもそもなんか右上がりっぽく書いてますね。そう、こん実は、実はそこの、ね、リバーサルレートの話とか、金利が上がればむしろ支出が増えちゃうとか、そういうのをちょっと実は考えながら適当に書いたわけじゃないんですけど、実はあ、なるほどなるほど、実はちょっと考えながら書いてるんですけど、であと丸2ですよね、で丸2はもしたとえ右下がりだとしてもかなりの、まあ、陽動性、陽動性があるということですね、でこれは IS 曲線が右に行ったり左に行ったりしちゃうと、まあそういうことですかね、いうことですかね、はい、でもまあそれ右に行ったり左に行ったりするのに合わせてそもそもそれ利子率を変化させればいいじゃないですか、でそれがいければいいんですけどね、ただまあそれはその昔裁量的財政政策批判を受けたように、まあ、バックミラーを見ながら運転するみたいな話になってしまって、そう、それだとまずいんじゃないのっていう、これつまりその陽動性の激しさに追いついていかないというか、まあかなりこう暗中模索的にどっちに触れてるのかよく分かんない状況で、まあ右に行ったり左に行ったり、まあつまり金利を引き上げたり引き下げたりしないといけなくて、ちょうどこの、 あのこの金、不安定さを相殺できるような形での金融政策って無理なんじゃないかっていうのが、まあ望月さんというか MMT の主張ですと、いうことですかね。そうですね、まあ、実際もうねドーンとマイナスになってしまって、もう金利がゼロに当たってしまって何もできなくなったっていうのは、まあ MMT から見ればほら言わんこっちゃで、そう、まあ、ちょっと難しい話になるんですけど、これで金融政策で、まあ、なんと追っかけれるということにしてしまうと、その財政政策じゃあいらないじゃんって話にどうしてもなってしまって、で結局その、大きな問題が起きた時に全然対処できないっていうことになってしまってる、そういう制度的圧力。でも多分あれですよね、主流派っていうかニューケンジアンみたいな人たちは、いやまあゼロになったらさすがにやばいけど、ゼロ金利になるまではあんま財政政策いらなくて、金融政策メインでいけるんじゃないかって思っていたんだけど、まあ、グレートモデレーションが終わって、ニューノーマルが始まって、まああれ誰だっけ、サマーズが最近えげつい論文書いてましたよね、今後ね、あの金融政策がメインツールとはならないかもしれないみたいなこと、要するに金融政策がうまくいったかのように見えた時代がありましたっていう風な話、になるかもしれないし、まあ、なるだろうっていうところですよね。グレートモデレーションはうまくいってたかのように見えていただけっていう、なるほどね、ただまあまだまだいろいろとこれはあの主流派あるいはリフレ派の皆さんから当然ご批判はあるかと思うんですが、まあ、また実は同じ図が、あの後にも出てくるんで、あとと2部ですか、2部に11時から皆さん2部です、え
あ、17時から、はい、はい、あのとりあえず、今日の第1部はこれで終わりで、はい、積み残した問題もまたこれは野口さん交えてですねというか、ちょっとね、最後にちょっとね、結局政府が財政出動を増やせば日本経済は大丈夫ということでいいですかってきてます。まあ私は今の状況ではそうだと思いますけどね、バンバン増やせよと思ってんだけど、まだちょっと望月さんまだ違うから、まだいろいろね、もっと難しい問題いろいろあるんですけど、ちょっと後半で生かしてほしいんですけど、これこっちはね YouTube の方なんですけどね、陽動性不安定性の具体例は何、例えばとか来てるので、ちょっと具体的にちょっと、まあ第2で触れるかもしれないんで、うん、じゃあこれも第2での宿題ってことで、宿題で、はいはいはい、はい、ということで、なんかね結構具体的に聞きたいとかいう話も来ていたので、もうなんかね、ツイッターでいつでも常駐してるんで聞いてくれたらいいのになっていつも思ってますよ。今番組生で答えられるから、ね、いや無理、いや、まあそれはできればいいですけどね、時間的にね、はい、ということで、皆さん、次はですね、野口、専修大学の先生、野口先生を交えて、17時から2部をやります。4人になります。ここにどうやって4人座るんだろう今から考えなきゃいけないんですが、はい、ということで、伊藤さんよろしいですかね。はい、もちろんよろしいですか。はい、はい、じゃあ皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。